第2条説1行政権は アメリカ合衆国大統領に帰属する任期は4年とし同じ任期で選出された副会長とともに次の通り選出される各州はその立法府が支持する方法で州が議会で権利を有する上院議員及び下院議員の総数に等しい数の選挙人を任命するものとするが上院議員または下院議員 または合衆国の下で信託または利益の役職についている者は、選挙人に任命されないものとする。選挙人は、それぞれの州において会合し、投票により2名に投票するものとし、そのうちの1人は、少なくとも1名が同一国の住民であってはならない。そして、彼らは投票されたすべての人、 およびそれぞれの投票数のリストを作成するものとします。どのリストに署名して証明し、上院の大統領に向けられた米国政府の議席に封印して送付するものとします。上院議長は、上院および下院の立ち会いのもと、すべての証明書を開き、投票を数えなければならない。最も多くの票を有する者が、 その数が任命された選挙人の総数の過半数である場合、会長となるものとする。そして、そのような過半数を持ち、同数の票を持っている人が複数いる場合、衆議院は、そのうちの一人を大統領に投票して直ちに唱えるものとします。過半数の者がいない場合、リストの上位5人から、 そのの会員は同様に大統領を唱えるものとしますただし大統領を懇願する場合投票は締約国が行うものとし各国の代表が一票を有するこの目的のための定足数は加盟国または国の3分の2の構成国で構成されるものとし選択には全国の過半数が必要である。 いずれの場合も会長の選出後選挙人の最も多くの票を有する者が副会長となるしかし同等の票を持つ2人以上が残っている場合上院は副大統領の投票によって彼らから合唱するものとします議会は選挙人を切る時間と彼らが投票する日を決定することができる その日は米国全体で同じであるものとします。この憲法の採択時に自然生まれの市民または米国市民以外の者のは大統領職に就く資格がないものとします。また、35歳に達しておらず、米国内に14年間居住している人もその役職に就く資格がありません。大統領が解任された場合、 または大統領が死亡、辞任、または当該大統領の権限と義務を遂行できない場合、同じことが副大統領に委ねられ、議会は法律により、大統領と副大統領の両方の解任、死亡、辞任、または無能力の場合を規定することができます。その後、どの役員が会長として行動するかを宣言し、 障害が取り除かれるか、会長が選出されるまで、そのような役員はそれに応じて行動するものとします。大統領は、定められた時間に、その奉仕に対して報酬を受け取るものとし、それは彼が選出された期間中は増加も減少もしてはならず、その期間内に米国またはそれらのいずれかから他の報酬を受け取ってはなりません。 彼が彼のオフィスの執行に入る前に、彼は次の先生または断言をしなければなりません。私は、米国大統領の職を忠実に執行することを厳粛に誓います。または断言します。そして私の能力の及ぶ限り、米国憲法を維持し、保護し、擁護します。説2。2大統領は、 合衆国の実際の任務に招集されたとき、合衆国の陸軍及び海軍、並びにいくつかの州の民兵の最高司令官となるものとする。彼は、それぞれの事務所の職務に関連する主題について、各執行部門の主任役員の意見を書面で要求することができ、弾劾の場合を除いて、 米国に対する犯罪の執行猶予と恩赦を与える権限を有するものとします。彼は上院の助言と同意により出席している上院議員の三分の二が同意することを条件に条約を締結する権限を有するものとします。そして彼は上院の助言と同意を得て大使、他の公務員及び領事 最高裁判所の裁判官及びここに別段の定めがなく法律によって確立される米国の他のすべての役員を指名するものとします。彼らが適切と考えるように大統領だけで法廷でまたは部門長で大統領は次の会期の終わりに執行する委員会を付与することにより 上院の休会中に発生する可能性のある全ての空席を埋める権限を有するものとします。説。3。彼は随時、一般教書演説の情報を議会に提供し、必要かつ適切であると判断する措置を議会の検討に勧告するものとします。は、臨時において、 両議員または両議員のいずれかを招集することができ、両議員の間に意見の相違がある場合には、休会の時期については、そのものが適切と考える時期に両議員を延期することができる。彼は大使と他の講師を受け入れるものとします。彼は法律が忠実に執行されるように注意し、米国のすべての役員に委託するものとします。 節4。大統領、副大統領、及び米国のすべての公務員は、反逆罪、贈収賄、またはその他の公犯罪及び経済の断崖及び有罪判決に関する事務所から解任されるものとします。第3条。説。1。合衆国の司法権は、 一つの最高裁判所及び議会が随時除解及び設立する可能性のある下級裁判所に付与されるものとします。最高裁判所と下級裁判所の両方の裁判官は、前行の間、その職につき、定められた時間に、そのサービスに対して報酬を受け取るものとします。説。二。司法権は、 この憲法、合衆国の法律、及びその権限の下で締結された、または締結される条約に基づいて生じるすべての事件、対し、他の公私及び領事に影響を与えるすべての事件、海軍本部及び海事管轄権のすべての事件、及び合衆国が締約国となる紛争、二つ以上の習慣の論争、 及び州ととと市民ののの間の紛争にままで及ぶものとします別の州、異なる州の市民間、異なる州の付与の下で土地を主張する同じ州の市民間、及び州またはその市民と外国、市民または主題の間。対し、他の公私及び領事に影響を及ぼすすべての事件並びに国が締約国となる事件については、 最高裁判所が現管轄権を有する前述のほかのべての事件では最高裁判所は法律と事実の両方に関してそのような例外を除いて議会が作成する規則に基づいて上訴管轄権を有するものとします弾劾の場合を除いて全ての犯罪の裁判は陪審員によって行われる。 当該裁判は当該犯罪が行われた国において行われる。ただし、いずれの国においても行われないときは、裁判は議会が法律により指示した場所または場所において行われる。説。三。合衆国に対する反逆罪は、彼らに対して戦争を課すこと、または彼らの敵に固執し、 彼らに援助と慰めを与えることにのみ含まれるものとします。何人も、同一のオバート法に対する二人の証人の証言または公開法廷での自白によらない限り、反逆罪で有罪とされない。議会は反逆罪の処罰を宣言する権限を有するが、反逆罪の達成者は、達成された人の生涯を除いて、 地の腐敗またはは没収を行ってなならない第四条説1各国において他のすべての国の公的な行為記録及び司法手続きに完全な信頼と信用が与えられるものとしますそして議会は一般法によりそのような法律 記録及び手続きが証明される方法及びその効果を規定することができる。説。二。各州の市民は、いくつかの州の市民のすべての特権と免除を受ける権利を有するものとします。いずれかの国で反逆罪、重罪、その他の犯罪で起訴され、司法から逃亡し、 他の国に発見された者は、逃亡した国の行政当局の要求により、犯罪の管轄権を有する国に引き渡され、連れ去られる。ある国において、その法律に基づき、他の国に逃亡して駅務または労働に従事している者は、その国の法律または規則の結果として、当該駅務または労働から解雇されないが、 当該勤務または労働の支払い義務を有する当事者の請求により引き渡される。説。三。新しい州は議会によってこの連合に認められる可能性があります。ただし、他の国の管轄内に新たな国家を結成し、または建設してはならない。また、いかなる国も、 関係する州の立法府及び議会の同意なしに、二つ以上の州または州の一部の合流点によって形成することはできません。議会は、合衆国に属する領土またはその他の財産に関するすべての必要な規則及び規制を処分し、作成する権限を有するものとします。そして、この憲法のいかなる規定も、 合衆国または特定の国のいかなる主張も害するほど解釈されないものとする。説。4. 合衆国は、この連合のすべての国に対し、共和制の政府形態を保障し、かつ、侵略から各国を保護する。家庭内暴力に対する立法府または行政、立法府を招集できない場合、 の適用について第5条議会は両議員の3分の2が必要と認めるときはいつでもこの憲法の改正を提案するものとし、またはいくつかの国の3分の2の立法府の適用により、改正を提案するための条約を招集するものとし、いずれの場合もこの憲法の一部として、 すべての意図及び目的に有効である。いくつかの国の四分の三の立法府によって、またはその四分の三の条約によって批准された場合、議会が批准のいずれか一方の方法を提案することができる場合。ただし、1888年以前になされた改正は、 1> 第1条第9節第1項及び第4項に影響を及ぼすものではない。また、いかなる国も、その同意なしに、上院における平等な参政権を奪われてはならない。第6条この憲法の採択前に契約された全ての債務及び締結された契約は、この憲法の下でも、 連合の下でも合衆国に対しても有効である。この憲法及びそれに従って制定される合衆国の法律。合衆国の権威の下でなされた、またはなされるすべての条約は、国の最高峰とする。そして、すべての州の裁判官は、憲法またはいずれかの州の法律のいかなるものにも反して、 それれによって拘束されるものとします前述の上院議員及び下院議員並びにいくつかの州議会の議員並びに合衆国及びいくつかの州の両方のすべての行政官及び司法官はこの憲法を支持するために先生または確約に拘束されるものとしますしかし宗教的なテストは 米国の下でのいかなる官庁または公的信託の資格としても要求されないものとします。第七条9国の条約の批准は、これを批准する国の間でこの憲法を制定するのに十分である。